伊丹市立保健センター。もうすぐパパママ教室。ここでは基本の布おむつの付け方をお伝えします。布おむつの折り方、付け方は人それぞれです。皆さんなりにアレンジしてみてください。和型の布おむつを60枚、カバーを5枚くらい用意します。新生児の頃は1日20回くらいおしっこをするので、おむつ交換も頻繁。赤ちゃんの成長に伴っておしっこの回数は減って、取り替え頻度も1日5回6回くらいになりますが、1日の量が増えていきます。成長に合わせておむつカバーは5枚ぐらい用意しておくようにしましょう。基本の布おむつの折り方、付け方、新生児から長く使える基本の使い方です。和型おむつを横長に広げ、横から半分に折ります。さらに手前から半分に折った状態で準備します。準備したおむつをおむつカバーに乗せます。男の子の場合はおしっこが前に出るので、前を厚めに。女の子の場合はおしっこが後ろに伝えやすいので、後ろ側を厚めにすると良いと言われていますが、その子の癖や体が落ち着く位置によって異なるので、赤ちゃんに合わせてあげましょう。おむつカバーのお尻側のウエストベルトが赤ちゃんのおへそより上に来るように赤ちゃんを乗せます。赤ちゃんのお腹側へおむつを返します。新生児や小柄な赤ちゃんなど、おむつが大きい場合はお腹の周りで折って調整します。おむつカバーのベルトを赤ちゃんのウエスト位置で留めます。あまりきつく留めると赤ちゃんが苦しくなってしまうので、大人の指が2本入るくらいのゆとりがあると良いでしょう。またおへそが乾ききらない新生児のうちは、おむつカバーがおへそにかぶらないようにしましょう。足の付け根部分のギャザー周りから布おむつがはみ出ていないか確認し、ギャザーの中に布をきちんと収めてフィットさせましょう。洗い方は工夫もいろいろですが、基本的な方法としては、バケツに水を張り、液体石鹸や重曹を入れて使用済みのおむつをつけ置きし、まとめて洗濯機で洗うパターンが多いようです。うんちの場合は、トイレなどに流して汚れを軽く落としてからおしっこ用と一緒につけ置きします。お出かけの時や、ママや赤ちゃんの体調が優れない時は、使い捨てのおむつに頼るのも大切。ママやパパが元気で笑顔でいることが、赤ちゃんにとって何よりの幸せ。無理せずに使い捨てのおむつと併用しながら、まず家にいる時やお風呂上がりなどから気楽に布おむつ育児をスタートしてみませんか？